さて、追っ始めるか。陽気に釣られて足を止めてみれば息災のようだな。え、知り合いなの？エルフか。久しぶりだな、おっさん。あんたこんなところで何やってんだ？以前申した通り、我は人外の者どもにあだなす者。我の向かう先にある者もおのずと知れよ。使徒、使徒がいるのか、この近くに。あるいはその元凶。そして我の向かう地、それは。ちょっと待て。そらどういうことだ。まさか断罪の塔に奴らが、ゴッドハンドがいるとでも言うのかよ。あの者たちはこの世界のどこにでも存在する。人間の負の思念が大きく渦巻く力場ならばどこにでも。だが同時に思念体としての巨大さゆえ、この宇宙世に肉を持ちて存在することはできぬ。どこにも犬とも言える。またわけのわかんねえこと。てめえの小難しいもん。だが時に例外がある。力場が臨界を超え、本来神の領域にあるはずのものが千年に一度受肉するのだ。お前も見たのではないか、輝く鷹の夢を。おそらく世界中の人間が同じそれを目の当たりにした。この宇宙世に鷹を意味する何者かが出現するということの。鷹だと。ガッツ、お話はそこまで。いつものが来てるよ。神の力が宇宙世に降りる。そして神の領域の事象がなぞられる。諸君、一つ尋ねる。お前と共にいたあの娘は今どこにある？もしやお前の求めし聖地にいるのではなかろうな。何？どうしてあんたがそれを知ってんだよ。神の力が宇宙世に降り、その縁の力場を祭りという。そして祭りとは本来神事、神の領域の事象をなぞるものなのだ。血塗られた聖地に導かれし羊たちの群れ、彼らが求めしは光の鷹なるもの。そしてお前とあの娘はそのただ中に身を投じることになる。まるで、かの時をなぞるがごとく、諸君が申されようとしている。あれが、まだ動いてるか。あれが、もう一度。
この祭りの祝福を変える法は人の手にはない。宇都よとは宮に移りし月影のごときに、月影を消すことは可能。月がすでに天にある以上、月影もまた水面にあり続ける。そしてあれはすでにあったことなのだ。これより起こるは影、死せる太陽に照らされし神地を遠く地上に差したる影にする。要するにあの時と同じ結果になるって言いてえのかよ。我らがこうして図らずにここにいることが何よりの証し。すでに我らは因果の流れの中に。影だの因果だの死んだことか。それにあんた忘れてるぜ。俺は極めて往生際が悪いんだ。あんたがつけたあだ名だろうが、もがく者ってのよ。その因果ってのはどうも嘘くさいんだよ。いざその嘘に予言した化け物がいたよ。生き残ってるぜ。助けとなるやもし、お前は今狭間の世界にある。狭間とは宇都よと確認の境界線、ほんの半歩ほどだが、お前は世界の断りの外に身を置いているんだ。存外お前は身の移りしかねではなく、水面を波立てる魚やもしれん。忠告しておく。戦うか救うか、思い人は一人にすることだ。庭を得られるほど安くはないぞ。盲目の羊たちの集いし聖地にてまた。ドクロのおじちゃんか。ああ、やっぱいいや。気のせいかな。あのおじちゃん、なんかエルフの気配がしたような。キャスカを救う、それが最優先だ。そのために今俺はここにいる。だがもしもあいつを目の前にしたら、
その時俺は